医者の健康指導には、塩で高血圧になるや卵を食べると、コレステロールが上がるといった誤りが多いとされますが、タバコは百害あって一利なしというのも、その一つです。実際のところ、タバコには数多くの効能があります。例えば、喫煙者は口内炎や潰瘍性大腸炎になりにくいとする研究があります。これは、タバコが胃腸粘膜や神経の炎症を抑える、抗炎症作用を持つためです。タバコの抗炎症作用は腸粘膜だけでなく、神経の炎症をも沈めることができます。例えば、パーキンソン病 PD にも効果があるとされています。PD は、農薬や添加物、ワクチンなどが原因で、ミトコンドリアが機能不全に陥り、酸化ストレスが増大し、脳内に異常タンパクが蓄積し、神経系で炎症が起こることで発症しますが、タバコはこの炎症を沈める方向に作用します。実際に PD 患者で喫煙者は少ないとされていますが、治療のためにタバコを吸いましょうと勧めるのは現実的ではありません。タバコの主な効能はニコチンに由来します。一般にはニコチンは有害物質とされがちですが、実際には様々な病気に効く特効薬です。ニコチンには抗炎症作用があり、ほとんどの病気は体のどこかで炎症が起こっているため、症状が軽減します。また、ニコチンは代謝を促進し、肥満予防や集中力の向上、うつ病や不安症にも効果があります。ニコチンが効く病気には、パーキンソン病、認知症、炎症性腸疾患、潰瘍性大腸炎など、うつ病、統合失調症、ウイルス感染症、コロナも含むなどがあり、特にパーキンソン病のような難治性の病気に対する効果が注目されています。タバコがコロナに効くという、広島大学の研究もあります。喫煙者は、タバコを吸うことでリラックス効果を感じますが、これはニコチンが副交感神経の伝達物質であるアセチルコリン HEH と同じ働きをするためです。ニコチンは HEH 受容体のアゴニストとして機能し、神経細胞のイオンチャンネルを開き、脱分極を促します。また、ニコチンにはアセチルコリンエステラーゼを抑制する作用もあり、副交感神経が優位になり、抗不安作用や抗うつ作用、記憶力向上などの効果が生じます。さらに、ニコチンはドーパミン、ノルアドレナリン、グルタミン酸、セロトニン、ベータエンドルフィン、ギャバなど、様々な神経伝達物質に作用し、効果を発揮します。疫学的エビデンスも示しているように、喫煙者はボケにくいとされ、アルツハイマー病の発症リスクが低下します。アルツハイマー病 AD は、アセチルコリンの機能低下によって生じるため、ニコチンの投与により認知機能が向上します。ニコチンは免疫抑制作用も持ち、過剰な免疫反応を抑制し、サイトカインストームを防ぎます。統合失調症患者の喫煙率が高いのは、ニコチンがドーパミン分泌を促進するためと考えられます。ニコチンはまた、脳の興奮毒であるグルタミン酸に対する解毒剤としても作用します。さらに、ニコチンは NAD を増加させ、加齢に伴う認知機能低下などを抑制します。タバコが甲状腺に良い影響を与えることも知られています。ニコチンは甲状腺ホルモンのように働き、基礎代謝を上げる効果があります。そのため、喫煙者は、橋本病や甲状腺がんの発症率が低くなります。ただし、タバコには添加物が多く含まれ、その中には発がん物質もあります。タバコ自体は無害で健康に良いとされますが、添加物が有害です。添加物が少ない、タバコやニコチンパッチ、ニコチン含有ガム、ナイアシンビタミン B3 サプリなどを利用することが推奨されます。現代のタバコ叩きは政治的な問題であり、喫煙者が気の毒です。